人参。人参、人参。学名、ダウカスカオッタサブスプ、サチベスは、アフガニスタン原産のセリカ人参族の二年層。俗名ダウカス、種賞名カオッタは、ラテン語で、それぞれ、パースニップ、人参の胃、英名キャロットや、栄養素カロテン、カロチンの名は後者に由来。なお、本来、人参、人参とは、お種人参。 朝鮮人参を指す語であり、本種は本来は、コラフク、コラフ、コラフクと呼ばれた外来野菜であった。現在でも、中国では、コラフクと記述している。ちなみに、ラフクとは、鈴代、大根の異名のことであり、コは外来であることを示している。ゴマイコールゴマコシ胡椒イコール胡椒、クルミ、イコールクルミ、キュウリイコールキュウリなども同様。人参の由来、および、 中国語名についての詳細は、お種人参の項目を参照されたい。人参は、原産地のアフガニスタン周辺で東西に分岐し、世界各地に伝播した。オランダを通り、イギリスへと西方へ伝来しながら改良が行われた、西洋系、中国を経て東方へと伝わった、東洋系の2種類に分類できる。東洋系は細長く、西洋系は太く短いが、 共に古くから薬や食用としての栽培が行われてきた。日本への伝来は16世紀で、この頃は歯も根と同様に食用としていたが、明治時代以降では一般に根のみを食べるようになった。現在でも地域によっては、間引きのため抜去された株が葉を食べる商品として出荷されることがある。日本で江戸時代に栽培されていた品種は、 東洋系が主流だったが、栽培の難しさから生産量が減少し、西洋系品種が主流になっている。なお、一般に薬草として用いられている、お種人参、朝鮮人参、高麗人参ともは、ウコギ科の植物であり、植物分類学上人参とは異なる植物である。栽培には、涼しい気候が適しているが、苗の段階では、 比較的高い温度にも耐えられる。そのため夏に種をまいて、秋から冬に収穫する方法が最も容易である。しかし人参は発芽率が低く、種の吸水力が弱いため種まき後に土が乾燥すると、極端に発芽が悪化するため、ウゴを狙って種をまくのが好ましい。また乾燥を防ぐために乾水したり、新聞紙や藁もみ殻などで被覆すると効果的である。 炭行人参は多くの土質で栽培が可能なためあまり考慮する必要はないが有機質に富んだ砂出土壌が最適とされるしかしか質に弱く水はけが悪いと根腐れを起こしてしまう土壌酸度は弱酸性から中性が適し酸性ほど生育が遅れ列値が多くなるまた線虫、猫部線虫類や根腐れ線虫類の被害を受けやすいので 前作に被害に遭ったところは避ける。また、日陰では形容ばかりが茂り、根の肥大が悪くなるためなるべく日陰になりやすい場所は避けた方が良い。長根種は一部の地域で栽培されているだけで、現在は五寸人参と呼ばれる長さ15センチメートル内外の品種が多く栽培されている。これは、品種も肉質や外皮の色、形状と揃い、カロテンの含有量、 作りやすさなどを目的にして改良が進んでいるものである。このほかプランターでの栽培が容易な長形や丸型のミニニンジンもある。ニンジンは種をまいて発芽するまでに7から10日ほどかかり、その後の生育も遅いペースで進む。新聞紙などをかけて乾かないように管理していると雑草が一斉に生えてきてどれがニンジンかわからないくらいになる。また生えてきたニンジンは 生育が遅いため、除草作業を怠ると雑草に負けてしまい、枯れてしまうので、生えてきた雑草に注意し、小さいうちに早く抜き取ることが大切である。人参の根は、形成層が円を描くように通っており、その内側、木部と外側、支部で層をなす。輪切りにすると大きな円の模様が出るのはこのため、瞬間を経て家計が伸び始めた人参は、 この形成層の内側が硬くなる、糖立ちを起こす。糖立ちしてしまった人参の芯の部分は、食感が悪くなり、食用には適さなくなる。中国で改良された東洋系の人参は、16世紀に日本に伝えられ、各地で作られるようになった。赤色の金時人参を筆頭に、甘みが強くて、人参特有の匂いは強いが、 似ても型が崩れにくいので和風の料理に重宝される。中でも軽料理では、比較的多く用いられることから、金時人参は、軽人参とも呼ばれ、軽野菜の一つに数えられている。しかし、栽培しにくいことがネックとなり、第二次世界大戦後西洋軽人参が主流となってきている。正月料理用などとして、現在でも晩秋から冬にかけて市場に出回るが、 栽培量が少ないためこの季節以外では入手が難しい。この他沖縄県の伝統野菜の一つで黄色い島人参、または地デエクニーと呼ばれる品種やアフガニスタン原産の黒人参などが東洋系に含まれる。西洋系人参はオランダやフランスで改良が進み、江戸時代末期に日本に伝来した。主にオレンジ色をしており、甘みもカロテンも豊富に含んでいる。 五寸人参が、一般的な品種で、ちょうど五寸15から20センチメートルぐらいの長さで、金時人参などと比べて太めなのが特徴。東洋人参とは異なり、人参種が少ない。季節に応じた品種が栽培されていて、一年中市場に出回っているが、人参本来の旬は9月頃から12月頃である。カロテノイドを含む黄色や大色のものや、 前述の黒人参などアントシアニンを含む小紫色や格子色のものがある。長さ15センチメートル内外の単根人参が終年店頭に並び様々な料理に広く利用される。生食、炒める、煮るなど多くの方法で調理が可能である。玉ねぎ、じゃがいも、人参を合わせて家庭常用産野菜という人もいる。西洋料理のブイン、だし作りや ソフリットなど、料理に旨味を出す用途にも用いられる。甘みの強い素材なので、春葉やケーキなどデザートの素材ともなる。すりおろして絞ったジュースも、日常的に利用されている。ビタミン A の先具体となるプロビタミン A である、カロテン類が豊富で、緑黄色野菜に分類される。カロテンの胡椒が、人参のラテン語名に由来するように、人参のカロテン量はズバ抜けて多く。 中くらいの半分で、追日のビタミン A 必要量が取れるほどである。またビタミン BC、カルシウム、鉄も多く、栄養的価値が高い。ベータカロテンを多く含み、カロテノイドの一種であるリコピンを多く含むトマトと一緒に食べると、がん予防に良いと言われている。一方、東洋系人参の金時人参に含まれるカロテンとしては、トマト同様リコピンが多く、 一方、ベータカロテンはほとんど含まれていない。リコペンはビタミン A には変換されないため、ビタミン A の供給源として、金時人参は不適である。生の人参にはビタミン C を失活させるアスコルビナーゼという酵素が含まれているので生殖は好ましくないとも言われている。このアスコルビナーゼはビタミン C を破壊するため大根など、 ビタミン C の多い野菜との相性が問題となるが、少量の酢やレモンを混ぜると、アスコルビナーゼのビタミン C 破壊作用を弱ることができる。しかし同じくアスコルビナーゼを含む、キュウリの項にあるように、これによって失活されたと見えるビタミン C は、実際は、酵素作用によって、還元型ビタミン C から酸化型タミン C に変異したのであり、酸化型に変わったビタミン C でも、体内で、 還元型に戻るという可逆的性質を持っているため、今日では生理作用も還元型と同等であるとされている。人参独特の苦味はメレイン、ロクヒドロキシメレーン、ロクメトキシメレーンが原因である。2004年、平成16年8月の国際活性学会での発表によると、油を使うなら200度もの高温は避け、短時間での調理にとどめる方が、 カロテンの消化、吸収が良くなる。稀に出荷される葉は、野菜炒め天ぷらを浸しなどで食べることが可能である。味はセリに似て、独特の清涼感がある。未調理の状態のごく少量の人参を電子レンジで加熱すると、電子レンジのマイクロ葉によって、人参内に電気が発生し、まばゆいスパーク現象と共に発炎して炭化することがある。これらの現象を回避するには、 人参に少量の水をかけるか、一度に調理する量を100グラム以上に増やすことが必要である。日本では馬の好物とされ、観光牧場では餌やりイベント用資料の定番となっている。このイメージから馬の鼻先に人参をぶら下げて走らせるという連想が生まれ、人にやる気を出させるための褒美の例えとして人参が使われるようになった。 馬に限らず動物は一般に甘みのあるものを好むため、家畜の調教などで褒美として甘い飼料を与えることがある。馬の場合、ヨーロッパではリンゴなどの果物やパン、角砂糖が日本では安価な人参が用いられた。このため、日本で育った馬は人参を好むが、他国で育ち人参を食べ慣れていない馬は食べなかったり、むしろ嫌うこともある。 類似の例として猫に魚が挙げられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。